兵器を使用する近代戦においても素手による戦いは避けがたく必然である。兵士にとって徒手格闘とは最終最後の兵器なのである。戦場での格闘、特に徒手格闘は他のスポーツ格闘技とは異なった面を多分に含んでいる。戦技としての徒手格闘、その体系は様々な格闘技の集大成と言ってもよい。打つ、投げる、決める、それはまさに究極の総合格闘技と言えるだろう。米軍では韓国のテコンドー、日本の柔道をベースにその体系を確立しており、一般にマーシャルアーツの名で知られている。旧ソビエトでは国技であるサンボを実践的に改良したコマンドサンボをベースにサブミッションを主に置いた格闘を推進している。自衛隊徒手格闘の中核は日本憲法である。では日本憲法とはどのような格闘技なのであろうか。それは打、投、局の総合格闘技である。古流柔術が加納寺五郎によって講道館柔道に統一され、当て身技はその危険性から演武のみとされた。このままでは格闘において有効性の高い当て身技が滅亡してしまう、そう考えた男がいた。日本憲法創始者、沢山勝である。沢山は練習時の安全性を考慮し、さらに実践的な直接打撃、いわゆるフルコンタクトを実現させるために防具の研究と開発を行った。そして昭和7年、打倒局の総合格闘技日本憲法が誕生したのである。実戦を想定した自衛隊徒手格闘がこの日本憲法を取り入れたのは当然といえる。しかし自衛隊徒手格闘が現在の形に至るまでには様々な経路をたどっているのである。新宿区富山、箱根山公園、旧陸軍富山学校はこの地に存在していた。白兵戦に備えての格闘術はここで研究開発指導されていたのである。昭和19年当時、国防武道として柔剣術の普及を進めていたが、富山学校はこの武術体系に徒手格闘をも合わせ研究を行った。技術体系は柔道に船越義信の琉球空手を加えたものであり、現在の徒手格闘とは異なったものであった。しかしこの時点では武器術が主体であり、徒手格闘の実践普及は困難であった。昭和20年、日本の敗戦に伴い富山学校は廃校となる。富山学校で指導されていた武術種目のうち、道具を使用するものに関しては連盟あるいは団体として戦後受け継がれた。昭和29年、保安隊から自衛隊へと名称が変更されたその頃、一人の米留学生が米軍総合格闘術を学び帰国。その重要性を陸幕に報告進言した。時代の要請も相まってその必要性を認めた自衛隊は野戦徒手格闘の専門研究機関を創設。さまざまな格闘技から有効な技術を選出し、自衛隊独特の格闘技研究を開始する。そして昭和33年、陸上自衛隊徒手格闘術教範の作成が開始された。作成にあたり部外講師として日本憲法協会師範森良之助、早稲田大学教授合気道師範富木健二が参加。
日本拳法と合気道の要素が組み込まれ、現在の徒手格闘の基本が誕生した。